こんにちは、ローニープーです。今回はベンダーさんより商品が送られてきましたので、その商品をご紹介させていただきたいと思います。今回はこちらですね。はい。Bluetooth スピーカーになります。こちら出力の方がですね、Amazon のページでは 5W ということになってるんですけれども、こちら、パッケージの方で言うとですね、3W というふうにね、記載があります。Bluetooth がですね、Amazon の方ではですね、5.2 なんですけど、5という風になってまして、どちらが正しいのかというと、パッケージの方が古いのかな。ですから、出力の方は 5W、そして、Bluetooth の方は 5.2 という風な仕様になっていると思います。小さな軽いスピーカーになってるんですけれども、音がですね、意外と低音がしっかりとですね、なっているということで、バッシブサブウーファーということで、こちら内蔵しているですね、スピーカーの振動をですね、より強調させてですね、低音をですね、聞かせてくれるというふうな形になっているんですね。そして、こちらの方なんですけれども、Bluetooth でスマートフォンなんかと接続をしてですね、再生をするという形になるんですけれども、それ以外にですね、こちら、はい、ご覧ください。ちょっと今回はしませんけども、SD カードのスロットルがあります。ですから、SD カードの方にですね、保存された音楽ファイルをですね、再生するというようなこともですね、できるようになっています。フル充電後でですね、約6時間ですね、連続再生することができるようになっています。10分間使用していない場合はですね、自動的に電源が切れるというふうな仕様になっています。重さの方はですね、180g ということで、非常に軽量で、そしてここですね、後ろの分というかね、上部の部分にですね、カラビナなんかを引っ掛けれるようになってますので、例えば、なんていうんですかね、ハイキングなんかの場合にリュックサックの方に引っ掛けて、音楽を聴きながら歩くというふうなこともですね、できるんじゃないかなというふうに思います。IPX5 の防水になってますので、お風呂スピーカーとしてもですね、使うことができるようになってます。で、先ほど言いましたようにですね、ハイキングなんかで使われて、急な雨に降られてもですね、大丈夫というふうな形になっています。一番の特徴はですね、ここね、LED ライトがですね、点滅するようにですね、なってるんですよね。そして様々なパターンにですね、設定をすることができるということになっています。電源の方はですね、こちら、裏面の方なんですけども、操作系のボタンも合わせてですね、ここにあります。そしてこちらがですね、電源ボタン。そしてこちらが LED ライトのですね、点灯ボタン。そしてボリュームのアップダウンですね。それと曲の送り戻し。そして再生停止というのがですね、できるようになっています。では電源の方ですね、長押しをしていきます。はい。ほら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 。結構、すごい音で出ましたよね。はい。そして今、LED ライトが点滅している状態になっています。こちらの方はですね、この後ろのこのライトのボタンですね、押していただくことによって、この表示するタイプをですね、変更することができるようになっています。はい。これ雰囲気ライトとしてですね、非常にね、面白いなというふうに思います。はい。どうでしょうかね。はい。こういうふうにね、いろいろなパターンでですね、はい。見せてくれるというふうな形ですね。はい。いかがでしょうかね。なかなかね、こういうのって面白いですよね。はい。はい。そして、こちら長押しをするとですね、LED ライトをオフというふうな形にすることができます。また、長押しをするとですね、電源がつくというような形になっています。はい。それでは実際ちょっとね、音の方ですね、今聞いていただいた通りなんですけども、再生をですね、してみたいと思います。再生します。はい、いかがでしょう。ちょっとね、これね、カメラのマイクでは伝わりにくいんですけども、はい。結構ね、十分な音量があります。そして低音も十分響いていてこんな軽いのに結構いい音するんだなということで、ちょっとね、びっくりしています。はい。じゃあちょっとね、曲戻してみようかな。はい。いかがでしょう。はい、ちょっとボリューム下げます。はい。もちろんですね、こちら本体の方でですね、操作することもできます。はい。こちらですね、ここを押していただくとですね、長押しをするとボリュームが上がります。はい、こういう風に。で、長押しをするとボリュームが下がります。はい。こういうような形ですね。はい。で、ポッと押していただくと、曲送り、曲戻しなんかがですね、はい、このようにできるようになっています。はい。そしてですね、ここ、電源ボタンのところなんですけど、モード切り替えになってまして、1回押すとですね、FM モード。はい。FM モードっていうのがありまして、きっとね、日本国内には対応していない FM 放送をですね、聞くことができるんですけど、日本ではちょっと対応してないと思います。はい。で、もう一度押すと Bluetooth モード。Bluetooth モード。そして、こちらですね、2回タップするとですね、TWS モードになるんですね。はい。今、プッとなりましたけども、このスピーカーが2個あればですね、右左ですね、単独のサウンドを出力することができる TWS モードになるという形になってまして、こちらの方ですね、Amazon の方には記載がないんですけれども、こちらの付属している取扱説明書の方にはですね、その記載があります。はい。ここなんですけれども、ここですね、TWS モードというのがあります。はい。2つ買えばですね、TWS モードにしていただければ、右左、ステレオで聞くことができる。もしくは、お家ですでにですね、TWS 対応のスピーカーがあれば、そちらと接続していただければ、TWS モードという形で使うこともできるようになっています。これね、ちょっと Amazon のページではですね、説明されてないんですけども、取扱説明書の通り操作をすればですね、できるということになっています。こちら、電源ボタンの方ですね、長押しをしていただくと、また電源オフになります。はい。という、Bluetooth スピーカーになっています。とにかく、このようにですね、手のひらサイズでありながら、そして軽量でありながら、十分な低音をですね、聞かせてくれる 5W、そして防水、そしてカラビラなんかを引っ掛けたり、そして、こちらですね、LED ライトをですね、雰囲気ライトでして、光らせてくれる。そして、さらに SD カードをですね、セットして、プレイヤーとして使うことができる Bluetooth スピーカーでした。今回はですね、こちらですね、超小型、軽量のですね、5W 出力のですね、防水の Bluetooth スピーカー、LED ライト付き、ご紹介させていただきました。いかがでしたでしょうか？参考になりましたでしょうか？それではまたご覧になってください。さよなら。